よいしょ。ちょっとね、近い。ちょいとお待ちを。ちょっと近い。お待ちを。顔面ドアップになってます。よし、OK。はい、おはようございます。おはようございます。はい。久しぶりのランちゃんです。隣を歩いてくると助かります。はい、今日は京都の撮影で、嵐山に来ております。はい、京都と着物で何か東京って見たらいいかなと思って、何月ぐらいに行った、夏の手前ぐらいに行ったので、なんか言うて。なんか言うて。まあ、多分夏の手前ぐらいじゃなかったかな。じゃあランちゃんに声かけたのがよ。ああ。着物で京都で撮りたい。そう。夏は暑いから嫌です。うん。俺も暑いから嫌です。そう。で、10月、半ばよね。そうだね。に、撮っております。で、最近なんか紅葉がね、遅いから。はいね。ね、多分、紅葉がない。と思う。ない。よ、見た限りないね。もう緑ばっかりだね。緑。夏。うん。今日ちょっと暑い。夏。半袖でもよかったぐらい。うん、まあ、とりあえず今、到着したばっかりなので、先に、カフェ的なところに向かいます。イェーイ。はい、今日はね、イエーイ、京都満喫太郎でございます。イェーイ。でも、バームは買ってない。バームは俺が買いました。ほうじ茶を買った。ランちゃんはほうじ茶オーレ。それ何、粉粉末のやつ、あのね、湯で溶かして作るんですね。え、絶対美味しい。あれでね、うるせえ。さて、次は、八坂神社清水寺のコースになります。やったー。では今から行ってきます。はい、八坂に着きました。はい、このわけのわからん動きを。さ、なんか八坂ではあんま撮れてないんですけども、今から清水寺に向かいます。はい、まあ二年坂やら5やったっけ、5年坂3年足してもうたらごめん。があるので、まあそこも撮りつつ、はい、清水寺も撮って、でまた引き返して、はい、本土町、はい、行く計画でございます。わーい。はい、まあ、今のところ背景などにあんまり人入れれずに撮れてるかなと。まあ、完全カットは無理なんですけど、多少やっぱり車なり人なりは映っちゃいます。ね、でもここそんないないね、人ね。だ、別にここ人おっても別に構わへんとこなんですけどね。そんなになんか映えるところでもない。いいですね、着物の姿。激安コーデらしいです。言わなかったらバレないんですけど。リサイクルショップの1500円。値段言う。値段言う。安いよ。ね、逆に言うたらもうそれぐらいでも揃えれますよってことね。さすが。この女子増えよ。さすが。着物モデル。着物モデルの。その辺ちょっと撮んのよくない。お。あそこの橋。あ、詐欺がいる。誰が詐欺。誰が詐欺。あー、すごい。詐欺はあれです。埋もれる。しだれてます。じゃあランちゃん、あそこの岩の上に岩の上にに立って。おお。じゃあ撮影続きましょう。
俺焼けたなあんま。はい、遡ってます。暗くなってきたね。できて やり直し。はい、ということで、撮影以上でございます。はい、ちなみに清水寺は、閉まってました。残念。まさか6時半ぐらいで閉まるかな。6時、うん、だからあのまだ紅葉をねやってないから、閉まるんが多分早いんでしょうね。紅葉の時期であればまだあの行けてたと思うんですけども、残念。ね、両サイドに分かれるとどっちも入っちゃうんだけどね。まあ、ということで、まあ、ある程度形にはなったかなとは思ってます。はい。はい。ちょっと新しいことを今回やろうとしてるんで、あの、どういう感じでできるかっていうのはまだ僕の中でもまだ、あの、想定はしてるんですけど、どういう風になるかなっていうのは、まだちょっと自分でも不確定要素があります。なんだろう、企業案件の時には絶対これはできないっていうやり方、はい、まあ、あの僕の、あの、何っていうの、作品の幅がまたこれで広がればいいかなと思っております。それに付き合わされたランちゃんでございます。まあね、あのお寿司もおごってあげたんで、まあ、あのブーブーは言わないでください。本当です。はい、ということで、皆さんまた、いいね、チャンネル登録、コメントなどください。それでは、また次の動画で会いましょう。シロでした。ランでした。バイバイ。